とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、縛りプレイをやっていきたいと思います。どんな縛りがいいかなと考えたところ、そうね、今回は、エンチャント禁止、プラス、弓禁止にしようか。エンチャントと弓を使っちゃダメっていう風に、していきます。なかなか厳しいとは思うんですけども、まあまあまあ、アーティファクトなしよりはマシかな。ちょっとアーティファクトなしだったらば、ちょっと今回、テンペストいるんで時間かかりすぎるんだよね。なのでそんな時間をかけすぎない、エンチャントと弓禁止でやっていきたいと思います。まあまあ結構厳しい戦いにはなると思うんですけども、いけるとは思う。いきましょう。まあ目標としては30分ぐらいでクリアしたいところですね。できれば30分ぐらい。弓を使えないっていうことで、ちょっと時間かかりそうなんだよな。結構弓が重要な場所があったんで、それが使えないとなると、ちょっと怒りをね、持っていけないよな。弓がダメならちょっと、怒りはダメだな。じゃあ、多いよ。もう本当に。よし。敵が多すぎる。本当、こういうところで弓をね、使っていきたいよ。でも、今回は弓禁止なので、矢がいっぱい出てきても意味がない。OK。エンチャントもできないからね。アーティファクトは取れる。アーティファクト OK で、そうね、テンペストは2パンかな。1パンでは多分無理。怒り持っていかないとちょっときついんだよね。なのでそこだけはちょっと時間かかります。まあ、フルでかかるわけじゃないんで、ちょっとはマシでしょうけどね。オッケー。おお、嘘。あと下にいる。オッケー。終わり。3回終了。こっち取っていこうか。ダメだ。まあまあいいか。エンチャント禁止だった。こっちは流れ込む魂があるから、よかったんだけども、まあまあいいか、いけるよ。全然火力これ結構高いんで余裕でしょう。 OK。 ソウルもねこれでたまるんで、よっしゃ、このソウルでボス倒すか。なんかあったよね。いや、よくない。よくない。影の断片あるなら、近接の方が断然火力が出るんで、アーティファクトで行く必要はないね。いらん。そうそう、そうだそうだ。オッケー。いた!いた、ちょっと待って。場所が悪かった。完全に避けたつもりだったんだけど。よっしゃ。いや意外と火力あっていいな。エンチャント入れれないけどね。エンチャント全然入れれないんだけども、火力があって結構戦いやすいぞ。 OK。でこれに流れ込む魂だったら本当最高だったんですけど、
まあ、つけれないんでね、しょうがない。もう遠距離多すぎて鬱陶しい。よし、終わり。いや、スノーはいるよ。耐久力ないもん。これは絶対いる。エンチャントはつけれないんだけどね。で、ここつらいぞ。まあまあ、ちょい、ちょっと、あっぶねえ。ちょっときつすぎないか。ちょっと待て、この遠距離ゾンビがマジで鬱陶しい。いやスケルトンか。ちょっとこいつらふざけんなよ本当に。チク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 やりやがって。ちょっとね、奥の強えやつはこれ影化しないと無理だな。ちょっと寄せて一気に行こう。よっしゃ、オッケー。うん、あれ2体に囲まれるとちょっと無理やからね。オッケー。これ影突できないっていうのもちょっと嫌だな。おい、いぞ。あ、これいけるか。怒りじゃなくてもこっちでいけるな。ああ、もう弓使えないのがもうほんときつい。 OK、 よっしゃ。弓使えないのほんときついねこれ。 OK、 よし、いけてるいけてる。じゃあ、オッケー。いないね。もう終わり。あー、もう弓取れないんだ、使えないんだ。弓禁止。もう、いやー、ちょっとこれいか、乗り損ねた。まあまあ仕方ないか。 HP もちょっと少ないね。ちょっと HP 少ね。でもまあいけるかな。よっしゃー、オッケー。でこっちでもちょっときついか。いや、いける。オッケー。でここも奥のやつらをちょっと狙うかな。いやー、そこだな、こっちだな。オッケー、終わり。まあまあまあいい感じです。ハーベね。でもちろん星折るにしていきます。ああ、これ、うん、いけるな。星折るのまま全然いい。エンチャントがないっていうのはちょっとやっぱ厳しいけどね。大丈夫。うお、あ、使っちゃった。使わんでよかったけど。あいや、終わり。ハーベスター結構消費するね。うん、いやいや、それは分かってたけど、影とつないと全然たまらんのだ。
うん、まあまあ、でもまあね、ハーベスターも入れとるし、ちょっとはソウルのたまりも違うでしょう。できる限りこういうところでは草刈りしていこう。ああ、オッケー、草刈りしっかりしていって、よし、終わり。まあまだ全然余裕です、めちゃくちゃ余裕。ここちょっと敵多いよね。ここはきつそうだな。よっしゃ、ディープリーフは早めに倒しとかないと。スライム以外をまず倒して毒ダメージをちょっとでも減らそう。ちょっときつくねえか。 OK、 よし、壁使って、やべえ、結構きつい、数いるからね、ここは。よし、でもソウルもまあそれなりにたまったね。うん、スライム倒せば結構ソウルが溜まっていい感じ。矢は取らなくていいけども一応取っていく。あ、虚無の矢筒でいいじゃん、怒りじゃなくてさ。あ、ワンパンいける、ワンパンいける、これだったらいける。いや、きついか。いや、いけるっしょ。そう、あっち、ダメだ、ダメだ。いや、弓使っちゃダメだった。うわー、ミスったな。まあまあいいや、どうせエンチャントもできないし、エンチャントポイントが溜まってても嘘、意味はない。よし、 OKオッケー。で、下のネクロもワンパンでいきましょう。オッケー、おい、もう本当はここら辺はあのコグクロスボウがあるんでめちゃくちゃ楽にいけるんですけどね。あれ、どこだ、あ、いた。はい、13回終了。いや、まあまあ時間的にはいい感じかもしんない。もう使えないならもう地雷に変えていこう。よし、 OK、 使えないなら持ってても意味がない。はい、危ない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 、もうめちゃくちゃ戦いにくい。もう使え、いやもう戦いにくい。よし、 OK、 まだいる、あっち側いないか、もういないね。やべ、星よるももう火力がなくなってきた。よし、よし、 OK、 終わり。なかなか厳しいよ。
いいか。ちょっとエンチャントなしは厳しいけど、まあいけるっしょ。多いんだよなここも。あぶねえ、あぶねえ。よし、もうめちゃくちゃ戦いにくい。よし、マジか。よし、ナイス。よし、オッケー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 。よっしゃ、もう雪ゾンビが鬱陶しい。うん、取れないんだ。いや、よくない。ここで軽減なくすととてもじゃないけど戦っていけないよね。よし、オッケーオッケー。ちょっと敵をできるだけさ、あの罠にはめていこう。そうすると、いや、きついきついきついって。オッケー、こいつら終わりじゃない？よし、なかなかきつい。変えよう。あ、うん、いや変えよう。火力はないけどやっぱり耐久力欲しい。いけるさ、これでも。これ絶対クリアするまでに段数が1000本超えるね。おお、うっとうしいこいつら。よし、はい、よし、オッケー。マジできつい。よし、オッケー。やばい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 。あと2体か。いけるね。もう逃げんなって。17終了。いらんね。いや、変える？いや、いらん。んで、ここで武器をやっぱり上げないといけないよね。OK。何がついた？エコーかー。エコー良くないよ。まあ、まあ、大丈夫ね。なんとかしてみよう。いやー、エコー良くないってば。エコーは良くないよ。特にこいつにエコーは良くない。うわー、せっかくの結果が。いや、でもワンパン無理だな、これ。ワンパン無理だわ。ツーパン、うん、おそらくツーパンだったらいけるはず。よし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 。
まあまあとりあえずギリギリまで減らしましょう。もう一回かな。よし、で、いくよ。あー、いやでもうーん、これが多分最大ダメージだもんね。スーパーも難しいか。スーパー、いやいける。まあまあ、まあ、ギリギリまで一応粘ってからやっていこうか。地雷で行くよりも、あの星よりの方が断然ダメージは上だわ。オッケー、まあ、なんとか次かな。オッケー、ちょっと待て、行くよ。あまあこうだよね、仕方ない。よし、まあまあまあ、うん、めちゃくちゃ遅くはなかったからいいか。やっぱ虚無がないとちょっとダメージが上がりきれないね。うん、一緒じゃん、こっちでいい。やっぱ虚無は重要だ。うん、影化の倍率だけではとっても火力が足りないね。 OK、 よし。いやここも敵多いよ。よっしゃ。でもまあスライムいるから若干減らしたって大丈夫か。よし、20回。まあもう少し、もう少し。プレート、いやいやいや違う。ミスった、ミスった。ハーベスター変えるの忘れた。ミスったな。まあまあいいか。うん、大丈夫か。ちょっと痛いけど大丈夫ですかね。ちょっと、あぶねえって。きついきついきつい。 OK、 意外とここに来てエコーが役に立ってきた。よし、オッケー、終わり。これ28回ぐらい大丈夫か。そこがちょっと心配だけど、まあ、大丈夫っしょ。いけるよ多分。テンペストはあれね、怒りに変えなくても星寄るのまんまで全然余裕だ。うん、あぶねえ、もう食らってる。回復しとけ。もうちょい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 、やば。ちょっと待って、危なかった。え、当たってないでしょ今の。いや今の絶対当たってないでしょ。ちょっと待って、トロッコの判定おかしくないか今の。トロッコ、いや絶対今の当たってないよ。よし、 OK、
もう使っちゃったよ。よし。でも、おしまいですね。いや、トロッコダメージでか。半分ぐらい持っていかれるもん。あ、で、ここでスケールだ。いるね。スケールいる。OK。このパワーポーションが効いてる間に。あ、OK。ある程度倒せた。大丈夫でしょう。よし。OK。うん。で、ここクリアすると段数残り1000本、矢が増えたね。いらない、いらん。うん、複製の章でもいいけどね。いや、してもよかったか。でもパワーポーションが出るとは限らないので、いらない。なんとかなる。ういし、多いんだよね、ここもね、敵が多いのよ。ういし、まだ来るか。ちょっと24でしょ。5、6、7、まあまあまあ、もう少しだね。下いる、下もいる、結構いるわ。にゃっ、はい、24終わり。ハープ持っていても意味ないって。雷の杖だね、変えよう。これ、いや、うん、いや、そんなに火力は上がんないか。うん、虚無がないから、火力は上がんないわ。でもまあ、そうね。これ持っていけば、ちょっと早くなるだろうし、ちょうどボスで使い切れるぐらいかな。OK。よし。いや、ほんとエンチャント重要ね。エンチャントものすごい重要。ここまで火力がやっぱ変わるんだ。終わり。25終了。いやー、でも30分以内は無理だ、これ無理。あ、ドラいるじゃん。ドラドラ、うん、ああ、ボスは早い、ボス早いよ。よし。で、ここのクリーパーはちょっと注意しないとね。このクリーパーはちょっと注意しとかないと危ないっぽい。まあ、ワンパンで倒せるけど。よし、この雲とのコンボをね、注意しないとやられるよ。よいしょ、あと1匹。まだ終わり。 TNT やたら出るね。いらんね。うん、いらん。あ、ここもちょっときつい。や、大丈夫ね、大丈夫大丈夫。いざとなったらもう影化すりゃいいし、大丈夫でしょう。
もう影で戦えばいいしね。オッケーオッケー。おお、やたら出るね。よっしゃ。終わり？はい。で、一番面倒な28階だ。でもまあいけるっしょ。いな、ここ面倒だもんね。待てよ待てよ。 OK、 ほんとこのシュルターの弾よ問題は。あ、よし、あとは、ちょっと待って、ちょっと、火力高え、そんな食らう、まあ、食らうんだわな。うん、いや、ドラ使え、ドラを。ドラ全然使ってなかったよ。ドラをしっかり使ってって。OK。よし。あー減るね。もうこれ真ん中行く？いやいや、あの遠距離が出てきた後に行こう。絶対きついから。この後かな。もうほんと長いってここ。よし、オッケー。待て待て待て、痛い痛い痛い、すっげえ減る。はい、早く終わらせて。まだか。よし、やばいやばい、危ない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 、死ぬ死ぬ。これいきます。あっぶねえ、まだなの。よっしゃ、いやこれはきつい、これはきついぞ。食らうわけにはいかん。もう、まあまあいけたけどちょっときつかった。いらん、行きましょう。もちろんこれだね。いや弓がないってなかなかきついわ、弓がないのは。でここはまあ、うん、それなりに楽勝じゃない。いきまーす。 OK、 うん、終わりー。はーい、まあ35分ってとこですか。それなりです。いらんいらん、全部ダメだ。はい、ということでまたやっていきます。チェックよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。